25日米女子ゴルフ JTBC クラシック第2日、米カリフォルニア州、アビアラ GC、カールスバット、米カリフォルニア州、米ツアーメンバーとして3戦目の渋野ひな子、21、イコール72で回り、ココアヤカ、21、イコール富士通イコールと共に通算1アンダーの46位で決勝に進んだ、畑岡奈社、23、 イコールはビームイコールが69と伸ばし通算5アンダーで首位に6打差の9位に上がった通算11アンダーのトップは7マド戦デンマーク渋子が米ツアーの洗礼を受けた同組の中にプレーの遅い選手がおりスロープレーに罰則を科すための計測が途中で入ることもテンポの良さが持ち味でもある チブのひなこはリズムに乗り切れず、バーディーとボギーが各3つの、うわ、予選落ちまっしぐら、みたいな流れはあったという。ツアーには、いろんなタイプの選手が集まるだけに、組み合わせには、うんふんもある。昨日のスタートホールから、これ、やべえぞと思っていた。 今日は二回目の警告を受けた。英語で何個取ってんだかわからなかったけど、まあ言われるよななと、一緒に回る人のテンポも大事なんだなと気づきましたね。またこっちに来て、新しい経験です特にグリーン上で苦しみ、前日に続いて34パット。おい入ったー まあまあ、イラッと来ましたよ。サンパットはね、プチンと来ちゃう。それでも、多くの地元日本人ギャラリーの応援を受けて、決勝に進んだ。マジ。ギリギリだけど、あと二日間で、バーゴは八ホールある。一個は取りたいですね。 最後は笑って3日目に気持ちを切り替えた。苦戦の原因は、米西海岸特有のポアナシバカ、渋野雛子は1アンダーで46位で、決勝ラウンド、カリフォルニア州カールズバット25日、日本時間25日。ゴルフツアー、JTBC クラシック2日目、アビアラ GC イコールパー72。42位から出た、渋野��子。 23イコールサントリーは3バーディー3ボギーとイーブンのラウンド通算1アンダーの46位で決勝ラウンドに進んだ今期から米ツアーに本格参戦し3試合目で初の米本土戦だったが初日と同じようにパットに大苦戦絶好調のショットを武器にバーディーチャンスにつけるものの パッティングが、今一つ。8番パー5でも3打目を約1メートルにつけ、スコアを伸ばすかに思われたが、カップインできなかった。渋野日な子も、今日は本当に、パターで、3パットのボギーを3つもやってしまったとし、チャンスにつけ取ったんかなという記憶にないくらいパターが、足を引っ張ったと嘆いた。実際、 バーゴのホールではパットを決めきれず。その理由の一因が、西海岸特有のポアナ芝にあるようだ。渋野ひな子と同じく米ツアー参戦1年目となるココアヤカ、21イコール富士通は、初日を終えた時点でポアナ芝に苦戦。慣れていきたいと思いますと苦笑いをしていたように。米国で戦う上では、 主流のバミューダ芝とともに、日本では馴染みのないポアな芝の攻略も欠かせない要素と言える。そのフルコーは2バーディー。1ボギーの71で、通算1アンダーで、渋野日な子と同じ46位。畑岡那社、23イコールはビームは4バーディー。おーー <laughs> 5アンダーの9位に浮上した渋野ひな子とココ河彩佳は10打、差46位で決勝 R 進出畑岡奈社は69で6差9位に浮上今年から米ツアーメンバーとなり米本土での初戦となった渋野日向子サントリーは6打、差42位で出て不規則な転がりをするポアナ芝のグリーンに苦しみながら3バーディー 3ボギーの72で回った。首位と10打差の通算1アンダー。46位で予選を通過した。2019年大会覇者で5打、差27位スタートの畑岡那社、アビームコンサルティングは、得意のショットが好調で4バーディー。1ボギーの69をマーク。首位と6打差の5アンダー。 9位まで順位を上げた今年から主戦場中 <laughs> 富士通も7差67位で出て2バーディー1ボギーの71をマーク1アンダーの46位で決勝ラウンドへと進んだツアー1勝の7窓戦デンマークが1打サニースタートで67で回り 通算11アンダーの単独首位に立った。